小説にまつわる都市伝説について話をしていきたいと思います。皆さんは小説を読みますか？小説には作り手の思想が反映されていることから、その思想に強く影響を受けた読み手が気候に走ってしまうという事例が世界中で報告されています。事実は小説よりきなりなんて言ったりしますが、その闇の根源こそが小説になり得るのかもしれません。これまでの歴史で良くも悪くも読み手に強い影響を与えたとされる作品とは何なのか、そして科学的に解明された小説による人格への影響についても掘り下げていきましょう。一つ目紹介する作品がライ麦畑で捕まえて、全世界で30カ国語以上に翻訳され、累計発行部数は6500万部以上。小説家 J.D. サリンジャーによって1951年に刊行されたアメリカ文学の金字塔となる作品です。高校退学になった17歳の少年ホールデンが思春期特有の反発心を抱えながら、いろんな人物と接し、ハリボテのような社会と自分の内面に向き合っていくという内容になっています。そんなライ麦畑で捕まえては、一時期犯罪行為に対する引き金になりうるのではないかと指摘されました。というのも、凶悪な犯罪者の多くがこの小説を愛読書としていたからです。ジョン・レノン殺害事件の犯人マーク・チャップマンは、ジョンを殺害する直前までライ麦畑で捕まえてを読んでいたことで知られています。そして犯行に及んだ後は小説を手に抱えたまま現場から一歩も動かないという不可解な行動も取ってるんですね。その後の法廷でも作中の一節を大声で読み上げるなど、いかにこの小説に影響を受けていたかがわかります。さらにアメリカのモデルレベッカ・ジェイファー殺害事件の犯人ロバート・バルドは、レベッカ殺害当時ズボンの後ろポケットにライ麦畑で捕まえてをコピーした紙をお守りのような形で持っていたことで知られています。この他にも JFK 暗殺事件の実行犯リー・ハーベイ・オズワルド、レーガン暗殺未遂事件の実行犯ジョン・ヒンクリー、日本ではリンゼイ・アンホーカーさん殺害事件の市橋達也など、多くの犯罪者の私物にライ麦畑で捕まえてがありました。もちろんこの小説は海外の教科書にも載るほどの超有名作品なので、それを犯罪者が読んでいてもまあおかしくないような気もしますよね。しかしこの小説を読んだことがある方、特に男性ならわかると思うんですけど、主人公のホールデンがまるで自分の心境を代弁してくれてるような、そんな不思議な感覚になったことありませんか？この小説は社会への反発心とか、自分は何者なのかとか、いわゆる中二病的な心理要素が強く描かれています。僕も初めて読んだ時は主人公の心境に共感しまくりでした。実はライ麦畑で捕まえてを読むことで、殺人とまではいかなくても読者が変な影響を受けるというのは出版当時も問題視されていたことでした。サリンジャーの人生をもとにした映画ライ麦畑の反逆時でも、影響を受けた読者がサリンジャーにしつこく付きまとうシーンが描かれています。サリンジャーが僕のことを主人公にしてくれたというような勘違い読者が急増したんですね。また若者に悪影響を及ぼすとして、アメリカでは一部の地域で発行禁止になったこともあります。こんな感じでライ麦畑で捕まえてはある意味で多くの問題を抱えた小説としても知られるようになったのです。ではなぜ小説一つでこんなにも人々の心理に影響を与えられたのか、その秘密は作者であるサリンジャーの経歴にあるのではないかと噂されています。サリンジャーは元軍人で、ノルマンディ上陸作戦にも参加した経歴を持ちます。そして第二次世界大戦後には現在の CIA の前身の機関である OSS に所属していました。 OSS は諜報機関であり、そのプロジェクトの一つに洗脳技術を主題としたものがあったんですね。そして OSS が CIA へと変わった際、サリンジャーも CIA に移ったのではないかと言われています。当時の CIA では MK ウルトラ計画という洗脳技術の開発を目的とした計画が実際に進んでいたことが明らかになっています。 MK ウルトラ計画の詳しい概要は以前挙げた動画にまとめてるので、知らない方は概要欄からチェックしてみてください。これらのことからサリンジャーは洗脳技術に精通していたのではないかと言われています。そして著書ライ麦畑で捕まえてこそ、その洗脳技術を詰め込んだ作品なのではないかと。この小説を読むことで反社会的な感情が揺さぶられ、犯罪行為をするように洗脳されるというんですね。小説の内容には反社会的行動に関するサブリ
ミナルメッセージが散りばめられるとも語られています。そして読者はそのサブリミナルメッセージによる洗脳効果を試すための被験体だったと。皆さんはどう思いますか、この都市伝説。果たしてライ麦畑で捕まえては洗脳実験の一環だったのか。残念ながら最近の脳科学の研究ではサブリミナルメッセージには有効な効果がないとされているので、この都市伝説は現代科学に打ち消される形となっています。とはいえ犯罪者とライ麦畑で捕まえてに関係性があったのは事実ですからね。結構行き過ぎた都市伝説なんかだと、書店でライ麦畑で捕まえてを購入すると販売データが CIA に送られて購入者の情報が特定されるなんてものもあります。まあこういった話を抜きにしても僕は本当にいい小説だと思うので、ぜひ読んでみてください。二つ目に紹介する作品が若きウェルテルの悩み。この作品はドイツの詩人ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテによって1774年に刊行されました。主人公ウェルテルが婚約者のいる女性に恋をし、思いが叶わぬまま絶望して自殺してしまうという物語です。このざっくりとしたあらすじだけでもちょっと憂鬱な物語だなということがわかりますよね。そして主人公ウェルテルが自殺するまでの心理描写がかなりリアルで、先ほど紹介したライ麦畑で捕まえて同様、読者がものすごく共感するように描かれています。その結果出版当時ウェルテルの自殺を真似る読者が続出、精神的インフルエンザの病原体とも呼ばれ社会問題へと発展しました。いくつかの国では発禁処分になるなど死を誘発する小説として知られるようになったのです。最近では芸能人の自殺の報道でウェルテル効果という言葉を耳にしますよね。ウェルテル効果はまさにこの若きウェルテルの悩みの主人公ウェルテルを由来としています。メディアの報道に影響されて自殺者が増える事象を表した言葉です。ウェルテル効果による自殺者は普通の後追い自殺と違い、その自殺した人物と同じ自殺方法を取ろうとするという特徴があります。実際若きウェルテルの悩みが発刊された当時、その影響で自殺した人たちは褐色の長靴と黄色のベスト、青色のジャケットというウェルテルと同じ格好をし、ピストル自殺というウェルテルと同じ方法を用いていました。ちょっと信じがたい話ですけど、果たして若きウェルテルの悩みは本当に自殺の引き金として機能していたのか、科学の視点から小説と心理的影響について少し掘り下げてみましょう。2006年の研究では、僕ら人間はコーヒーや香水といった文字を読むだけで脳の嗅覚に関する領域が反応するということが分かっています。これはあくまで瞬間的な反応であって大きな脳への影響とは考えられていなかったんですね。しかしアメリカエモリー大学の研究によって、小説を読むことによる脳への長期的な影響も分かってきました。21人の学生を対象に5日間本を読まなかった時の脳の状態と9日間夜に小説を読んだ時の脳の状態を比較したそうです。そして小説を読んだ後も5日間にわたって脳の状態を観察したんですね。すると読書から数日経った後も左側側葉が活性化していることが分かったんです。この脳領域は言語、記憶、嗅覚といった体験に関する概念を司っています。つまり僕らは小説で読んだ文章から情景を想像するとき、実際の体験として具現化しようとしているということです。例えば小説の文章で食べている様子が描写されていたら、脳は実際に何かを食べている時と同じ神経伝達を引き起こしていると。だから小説の内容に感情移入してしまうのは決して気のせいではないんですね。実際に自分もその小説の主人公になってるんです。このことから小説による心理的影響というのは大いにあり得るということがわかります。しかし一方で小説の内容にネガティブな要素があってもそれは脳に影響しないという研究結果も出ています。暴力的な内容の小説を読んでもそれに影響されて暴力的な思考になるわけではないということですね。逆にポジティブな要素な場合はちゃんと脳にいい影響を与えるそうです。いや人間の脳ってそんなに都合いいのって思いませんか。この話はちょっと疑っちゃいますよね。今回の動画で紹介した作品の事例なんかもありますし、とはいえ人の心理に大きく関係するのは結局生活環境なので、たまたま小説が死への引き金になって
っただけで、小説自体が死を招くということは考えづらいのも確かです。むしろ読書はストレスを減少させたり集中力を上げたりといい効果がたくさん報告されているので、読書をするに越したことはありません。皆さんは小説と死の関係性についてどう思いますか？ぜひコメント欄で考察を聞かせてください。以上が小説についての話でした。小説にまつわる話だと、以前挙げたシャーロック・ホームズを扱った動画も面白いと思うので、よかったら見てみてください。小説って読むときは電子書籍よりも紙の本で読んだ方が物語の順序が理解しやすいという研究結果があるんですよね。なので読書による効果をより実感したいなら紙で読むのがおすすめです。僕も最近は電子書籍で本を読むことが多くなってきたんですけど、たまには紙の本も読むようにしています。皆さんは愛読書とかありますか？ちなみに僕の愛読書は三島由紀夫の金閣寺です。よかったら読んでみてください。こんな感じでこのチャンネルでは都市伝説、芸術、スピリチュアルといったサブカルネタを掘り下げているので、僕らと同じく世間からずれている方、よかったらチャンネル登録をお願いします。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。ブログもやってるのでよかったら見てみてください。それではご視聴だっしゃ。